俊太です。今日は、ノーズとテールを使った板さばきが上手くなるちょっと遊び方を紹介したいと思います。で、簡単な動きなんですけど、これねもうこれねその場でできるんで、でこれのコツを最初説明していきたいと思います。板履いたらテールプレスからやってみましょう。いきなりこうやってねゆっくりプレスするんじゃなくて、飛んでテールプレスドン。この時にコツがあります。膝を重心のここにちょっとずらしてここに入れるんですよ。いきますよ、ここいきますよ。わかります？普通にテールプレスだと重心がずれちゃうんですよね。こっち側に移動しなきゃいけないんで、自分の重心に膝を持ってくる。よいしょ、こんな感じ。今度ノーズいきますよ。こんな感じ、こんな感じ。これを今度交互にいきます。いきますよ、いきますよ。これを皆さんぜひ覚えて、トリックだったりですよね、普通に滑っててピョンってやる、でちょっとスライドするとか、こういう動きにすごい生きてくるんで、軸の中に板をこれに入れる動きを覚えて、皆さんもトリック、やってみてください。以上。